10月7日、野田総理は2度目となる福島第一原子力発電所を訪問。今回実際に足を踏み入れた4号機の原子炉建屋では、上部の瓦礫が完全に撤去され、使用済み燃料プールを防護する補強工事が行われています。鉄の覆いがされているところが、こちらが燃料プールになります。でこの燃料を、早期に取り出すべく今、燃料取り出しカバーの構築を行ってございます。廃炉に向かって着実に進んでいることも実感をすることができましたけれども、最後の最後まで緊張感を持って対応しなければいけないということを改めて実感することができました。皆さんのそれぞれの最前線における対応によってですね、今こうして廃炉に向けた取り組みができるようになったと思います。と総理が懇談したのは、震災直後から福島第一原発の事故処理に当たった方々。1号機の爆発の時はですね、天井の化粧板が全部落ちてしまいましてですね、中央制御室の中が真っ白になった。ですから全面マスクをした状態でさらにまた24時間中央制御室に詰めていたというふうなことで、メンバーもやっぱり現場に一旦はちょっと行くのをやっぱり怖がったと。で本当に現場に行って俺たちは戻ってこれるのかと、それを詰め寄られまして、大丈夫だからお願いだから行ってくれということでですね、部下が頑張って行って、なんとかミッションを達成してくれたかなと。その恐怖と過酷な環境の中でご奮闘いただいたことに、国民の一人として心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。今回の視察では福島県産の米の検査場も視察しました。ここ本宮市などでは事前出荷制限区域だけでなく、市内全域で全ての袋を対象に検査を実施。その後、福島県が開発した天の粒というオリジナルの品種を試食。いい感じですね。美味しい。しっかり安全管理されていることもよく分かりました。はい、この福島の米は美味しくて安心だと、ちゃんと PR しなきゃいけないですね。この他にも、警戒区域で検問やパトロールに当たる警察部隊の激励、除染現場、仮置き場の視察を行いました。何よりも福島の復興再生の基盤となるのが除染だというふうに思います。そのスピードアップのために、総理は長浜環境大臣に早急に方策をまとめるよう指示しました。廃炉への道筋は長いわけですから、中長期にわたるロードマップに基づいてしっかりと対応するということだと、もうそれに尽きるというふうに思います。